盆栽からしたらもったいない松盆栽生産日本一の高松の盆栽園北谷陽泉園4代目北谷隆一です。今回のテーマは五葉松の、簡単な剪定方法というか、剪定の中でも簡単バージョンはこうですよみたいな、そういうテーマでやっていこうと思います。でその前に少しだけお時間ください。今無料の、メールマガジン作っております。全部で60通ぐらいもできて、でもう大体2000人近くの方が登録もすでにしてくれてます。概要欄からねメールアドレスだけで登録できますん で登録していただけますと何日かに1回定期的にね僕のこういう枯らさない塾的な内容のメールが届くようになりますので、そこでまた勉強してみてください。では本題に戻ります。五葉松のね剪定、黒松とはもう結構全然違うんですけども、五葉松の剪定で簡単な、そのとことんね究極を求めたらいろいろその細かいことも出てくると思うんですけど、まず初心者さんがこういう感じのちょっとモサモサっとした感じの五葉松を手に入れられた、もしくはお持ちであったりした場合にこういう剪定の仕方をしとけばとりあえずはそれなりに綺麗になりますよと、そういう感じで今回やっていこうかなと思います。でまずこれ実践しながら行くんですけども、この今五葉松、正面そっち皆さんの方向いてますが、ちょっとね棚が厚いとことか密集してたりとか、目の先の方にそうです、先の方にねこれちょっと見ていただいたら分かるんですけども、これ一つの枝ですねからここら辺からもういっぱい芽が出てます。ちょっとぐるぐる回します。ごめんなさい、もう1個2個3個もいっぱい芽が出てます。こういうのを例えばですけどね、今回の動画の一例としてちょっと真ん中だけこうやって取れば、あるのとないのとで全然すっきりした感じが違うとか、そういうのを含めて今回ご説明していこうかなと思います。でちょうどその今のはね密集してるとこ一つ取るというような言い方したんですけども、また言い方変えてみますと、この長いのを基本短くするんですが、その長いのを短くするときに一段下の目に下げるというか、一段下の目のあるとこまで切る。ちょっとやってみますね。例えばこの枝だったらちょっと分かりにくいですけど、一段下げたところで切る。だったら密集してちょっと長かったのがちょっと短くなる。で剪定で初心者さんとかは木の樹形見ながらどの枝がいるいらないとかって結構難しいと思うんですけども、もう今回はそういうのあんまり考えずにとりあえずそれなりに綺麗にするという方を取ってみましょう。ちょっと続けてみます。一段下、これは密集してるとこ減らすみたいな感じになってますけど、てっぺんの方はねそういうのがね多いんですけど、ちょっと見づらいですけどどんどん進めていってみます。一段下に下げる、こうやってねくるくる回しながらねやっていったらいいですね。ちょっとずつ一個ずつで、これなんかはあんまりとりあえずね分からんときはね長いの一番この枝の中で長いの一つ切る、それぐらいでもいいかもしれません。これ分かりやすいな。これねこれ今揺らしてるこれなんかはここが長いので一段下というとこれな、ちょっと切ってみますね。これが長かった、これ一段下に切る、だったら一つ短くなる。でなんでわざわざその短くなる方にその、こだわるのかというと、長いともうあとね中の方の枝が枯れてねもう戻せなくなるんですけど、短かったらもう一回やり直しというかね短いのを長くするのは簡単なんです。年数はかかりますけど、長いのを短くするっていうのはもう針金で折りたたむとかね、そんなようなことしかないんで。
こういう密集しているところのどっか真ん中ぐらいですね、大体密集しているところを外すときは、まあ真ん中ぐらいを取ればいいでしょう。その密集地帯の真ん中ですね、うん、ちょっとあの変化が分かりやすくなるまでパーッと作業を続けていきます。あ、密集してるなと、真ん中取ろうと、で長かったら一つ短くしようとか、もうとりあえず今言ったその2点ぐらい、これを密集タイプですね。これ真ん中を取ると、これ一段下げてみよう。とにかくあの密集とデコボコ、それを直していきましょう。1箇所から3つ以上出てるようなとこはもう1つか2つにしましょう。で少々ね間違えても、あのこの黒松についでる銀八スタゴヨウマツは芽吹きがすごくいいんで、その枝の本線、まあ本線というか、もうそれが生きてさえいればね、どないかしてあの戻せます。これは密集してるから外して、ちょっと今カメラではなかなかもう緑がねぐちゃぐちゃとして分かりにくいかもしれないですけど、あ、これなんかね一つ下もうドンとこうね、あ、それでそうですね、なるべく枝ってね、そのあんま上へ上へ行くとまた針金でドーンと下げないといけないんで、まあ、水平ぐらいか、まあそのうちどうせ上がってくるんで、水平かちょっと斜め下のを残すぐらいでもいいかもしれません、うん、だったら無理に針金かけなくても、そう最初に言ったそれなりになります。もう今僕のこの意識の中では密集してるとこと長いとこしか切ってません。プロがどうとかそういう、なんだろう、すごい高度な考えをそんなに持ってるわけではないです。とりあえずもう木の形もあんまり見てません。密集してるとこと、ちょっとその枝の集団の中、木のその全体を見て長いとかそこまでしっかり判断してないです。そのこの近所の枝の集団の中で長すぎたらあの切るとかね、密集してたら切るとか、もうそれぐらいですね。ほんでこの作業はまあいつでもええっちゃいつでもええんですけど、あんまり真夏はおすすめしてないです。あんま真夏にやりすぎるとね、まあ、暑さに耐えられないんでしょうね。ちょっと枝枯れ起こす場合があります。とにかくこの銀八フサゴヨウマツっていうのはね、結構芽吹きも良くてね、まあまあ強いゴヨウマツの中でも強いので、あのこういう、なんだろう、まあ無意識いうほどでもないですけど、まあまあね、あのきつく言っても耐えられる場合が多い、まあ戻せれるというか、未生のゴヨウマツは同じようにやれない場合はありますね。基本はまあ一緒なんですけど、ちょっと優しめの手入れの方がいいですね、うん、とりあえず今僕がやってるのは、さっきも言いましたけど、あんまり全体を見ずに、もうその枝の近所の状況に合わせて密集をなくす、凸凹をなくすと、もうそれぐらいですね。もうだいぶ下の方まで来ましたけど、もうこう多分もうちょっとで終わっちゃうんでね、もう最後までやっちゃいます。で迷ったらね、長め残しときましょう。迷ったとこはもう残しとけばいいです。絶対にこれは密集地帯だろうとか、絶対これはもうデコボコしてるとこだろうと、もう明らかに思ったとこだけで、それでもどうしてもちょっと切りたいなと思ったら、さっき言いましたけど、一本どっか枝、元気な枝残しとけばまたやり直しを聞きます。あ、まあまあいったかな、ちょっとこれ長いから。
さ、だいたい、だいたい、今ちょっと全体見ちゃってますけどね、まあ今いいですか、この状態で枝先だけを軽く切ってみました。はい、あんま木に対してのどこまで枝の長さがいるとかそこまではいってません。はい、今皆さんが見えてる方がまあ正面になるんですが、あのもう本当に枝先だけ切って、ま、今ね見るとまだちょっとモサモサとしてるとこあるんですけども、だいたいなんかさっきよりかはすっきりした感じが出たんじゃないかなと思います。あとまあ細かいとこで言ったら、まあ、この辺のてっぺんがねもうちょっと低い方がええんでないかなとか、そういうとこがまあそれはまあプロ的目線で見たらあるんですけども、あとまあこういうとこがもうちょっと長い方がいいかな、このままでいいかなみたいな意見はあると思います。はい、ただまあとりあえず今したみたいに密集したとこをちょっと減らしたりとか、あの長いのをちょっと短くするだけで、あのこれを毎年繰り返すだけでまあまあそれなりにはあの木の形は保てます。はい、でまあ慣れてきた時にどうしてもいかんとこは針金でちょっとね修正、まあ、矯正してみたりとか、はい、やってみてもらったらなと。まあ、こういうしやすいのが、まあ、銀八スタゴヨウマツ、まあ、香川県特産なんで、まあ、もしよかったらねこれ地元の宣伝ですけど、あの香川県こういうのはまだ、まあ、でも最近ちょっとよく売れてるみたいでちょっと品薄にはなってきてるんですけど、もしゴヨウマツ買われるんだったら香川県産のゴヨウマツ、これ管理しやすいんでよかったらネットなんかでね、まあ、お買い求めしてみてください。初心者さんにはとてもおすすめです。はい、で本日は以上です。盆栽からしたらもったいない北谷陽線4代目北谷隆一でした。チャンネル登録高評価、メールマガジンもよろしくお願いします。